はい、皆さんこんにちは。本日はですね、新宿御苑にちょっと遊びに来ながらですね、こちらのお話をしたいと思っております。はい、こちらですね、バラがですね結構咲いている新宿御苑なんですけど、本日はこちらのお話をしたいというところで終わりましたが、まずはですね、こちらのチャンネルでは、普段はですね、カメラ、写真や動画等を楽しんでおります。一緒に楽しんでいっていただける方は、ぜひチャンネルのご登録をお願いしたいと思っております。はい、あとですね、コメント等で仲良くコミュニケーションいただけますと嬉しく思いますので、コメントもお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、ということで、本題、こちらですね、Z32、まあ、何かついてたのちょっと見えたと思うんですけど、このセットをですね、揃えてみましたので、本日は皆さんに見ていただこうと思っております。まずはレンズの方の AFP ニコール 10-20mm の F 値が 4.5 から 5.6 の G レンズですね。これ純正の APS-C 用の、広角レンズになっております。それとこちらが、どこに書いてあるかな？あったあった。ニコンの以前のですね、AFS、AFP とかをですね、装着できる、一眼レフ自体のレンズを装着できるマウントアダプターですね、純正の FTZ2 というですね、マウントアダプターを装着して、このように Z30 に装着しております。で、Z30 に装着して実際どうかなっていうのを本日ですね、この表に持ってきて試してみようかなっていうふうに思って、本日収録してみようかと思っております。それでですね、こちら Z30 の映像っていうのに移っていこうと思います。簡単にいろいろとどういう感じかなっていうのを撮影していきますので、ご参考いただければなと思いますね。はい、それではですね、こちら、AFP10 から 20mm のですね、純正のレンズで撮影してるんですけど、これがですね、映像になります。でもこれは 20mm のところで 10mm にしますですね。はい、ここまで広くなります。で、歩いてみますね。こちらその 10mm という画角は APS-C 換算ということになると約 1.5 倍になるので、まあ 15mm 相当のレンズになるというわけですね。これはですね、ソニーのですね、以前こう出ておりました E マウントの 10mm から 18mm までの、まあ手ブレ補正内蔵の F4 投資のレンズっていうのがあったんですけど、まあそれにですね、ちょうど近い特性スペックなのかなと思います。今こう新たにですね、電動ズームのもっと広角なですね、新しいレンズが出ておりますけど、まあそのようなものが出るまではですね、こう超広角のレンズっていうのは意外とズームレンズとかだと少なかったりとかもしたんですよ。まあことこの Z マウントに対応の広角レンズっておそらく選択肢あんまりなくて、しかもそこそこなサイズ感になってしまうのであれば、結構フルサイズ用のとかもあったりとかもするんですけど、フルサイズ用になると今度は 10mm という画角ではなくですね、12mm、14mm とかそういう感じになっちゃったので、まあほぼほぼ選択肢がないというところで、この組み合わせしかないなと、まあいろいろ調べて入手してみたという経緯になります。ただやっぱりですね、この価格がですね、そこそこ張ってしまうので、どうしようかなとも思ってたんですけど、まあポイント等をですね、駆使して不要品を処分してですね、新たに入手をしてみました。まあ結果としてはですね、かなりこの画角私満足しておりますね。 ZV-E10 とかだと前からも言ってますけど、その画角の制限っていうのは 4K で撮影するといろいろあるっていうのがありますが、 Z30 はですね、それがあんまりないんですよ。まあこうグーッと寄ることによって 20mm なので、フルサイズ換算で約 30mm の画角でこのように動画をきれいに撮ることができるっていうのはですね、とっても素晴らしいなと思います。で、今はND フィルターとかですね、っていうのは準備をできてないので、オートモードでカメラ任せで撮影をしてしまっておりますが、見え方とかはいかがでしょうか。まあこの超広角になると手ブレとかもですね、目立ちにくいので、それが私一番いいですね。やっぱり 16mm 相当で 24mm ですね、これも十分広角だと思うんですけど、やっぱり 15mm と 24mm だと広角側の 1mm ってもうバカにできないぐらいこう見え方違うんですよ。というのがだいぶ改善されて使いやすくなっていると思います。で、このレンズの今 10mm、まあ、フルサイズ換算 15mm 相当というところなんですけど、ちょっとですね、このまま自撮りしてみますので見てみてください。はい、現在ですね、左手でグリップのところを持って、手をですね、体につけたまま手首のところでこうグッと前に出して撮影してるんですけど、それでもこれだけ画角が広いわけなんですよ。手を伸ばすとどうなるかっていうと、はい、こうなります。で、この状態っていうのが
純正の広角ズ、あ、純正の、ズームレンズですね。キットズームの16ミリにしていて、一番伸ばした状態っていうのは感覚ではこれぐらいかなだったと思うんですよ。っていうのがぐっと手伸ばすことによって、このようにもうアクションカムに近いんじゃないかなぐらいの画角が確保できるわけなんですね。そうするとこう背景とかこう自分がいたとしてもこう邪魔にならず、背景をこうしっかりと出してですね、撮影したりとかっていうのが容易にできるようになると思います。もうやっぱりこの広角のメリットっていうのは本当にこういうところで、よいしょ、いろんな風景をこう入れながらですね、場所を撮影をできるっていうのかな、まあその空間をですね記録するっていう表現になるのかなっていうのもすごく長けてるレンズだと思います。で、自撮りとかをしたりしても、まあ、とてもですね綺麗に、まあ、かつ背景に背景を映しながら自分を入れたりとかできるっていうのがいいですよね。もうちょっとこの画角の感じではアクションカムに近いのかなっていう感じになってきてるかなと思います。で、また総じてその手ブレ補正が目立たなくなるっていうところがいいですね。で、ちなみに今ですね電子手ブレ補正はずっとオフの状態ですよ。で、この後ですね電子手ブレ補正をちょっとオンにしてみようと思いますね。はい、そうしましたらこちらが電子手ブレ補正オンの状態です。それでですね、このまま今10ミリなので、じゃあ20ミリまでやってみましょうとすると、まあ、これぐらいの画角になります。これでもですね30ミリなので、まあ、準広角かなぐらいの画角はあると思うので、しっかりとこの景色をですね切り取るというか景色を収めて収録することができると思ってます。で、やはりこの新宿御苑だいぶですねこの飛行機うるさいのがちょっと撮影しにくいところなんですけど、なかなか暑さで体力に余裕がないので、ちょっとうるさいのをお許しいただければなと思いますね。今日もですねだいぶ暑いです。はっきり言ってもう汗ダクダクで、結構撮影してですねこう話して何か考えたりするの厳しい状況ですね。まあ、それでもですねこう何か役に立つことをお伝えできればなと思うので、お話ししていきたいと思います。じゃあそれで自撮りをするとどうなるかっていうのをまた試してみましょう。はい、それではですねこれが最初に試したのと同じぐらいの感じですね。まあ肘を曲げて手をこう前に出して自撮りをしてみてるという感じで、この後手を伸ばしてみましょう。はい、手を伸ばすと、まあ電子手ブレ補正をオンにしていてもこれぐらいの画角は確保できております。顔をこう真ん中に置いてですね気軽に離していても、このように周囲の景色っていうのをしっかりと収めることができていると思いますね。まあ、電子手ブレ補正をオンにするとなおこう画角というかその安定感が増えて良くなっていると思うので、こう使いどころっていうのはとても増えると思うんですよ。まあ、でも十分広角なので、電子手ブレ補正がオフになろうともですねしっかりと綺麗に撮れてるんじゃないかなっていうふうに推測いたします。で、このままここに止まってですね、ここにつなげようと思うんですけど、電子手ブレ補正をこの後切ってみますね。はい、画角としてはこれぐらい違います。このニコンさんのですね電子手ブレ補正のオンオフの影響って意外と私小さいなと思ってるんですよ。ソニーさんの手ブレ補正アクティブっていうのはやっぱりオンオフにすると相当クロップ量増えてしまって、なかなかにですねこう使わないんだったら使わないで済むのがいいなっていうくらい違ってたのが、実際この Z30 は電子手ブレ補正オンにしようがオフにしようが、まあ、若干狭くなっちゃうなぐらいであれど、ものすごく画角が変わってしまって使いにくいっていうことは私の感覚ではないんです今のところ。これっていうのが結構ですね、そのメーカーさんで似たようなコンセプトのデジカメですよってなってて、もう使い心地としては違いますね。この組み合わせ結構いいかもしれないです今のところ。で、この後ですねちょっと今座ります。ちょっと暑いので、よいしょ。はい、座りました。で、このようにですね、だいたいこの木の位置っていうのを覚えておいてください。フォーカスブリージングの方を見てみましょう。ここでこうパッと手を出します。はい、手にピンと合いました。じゃあ無限遠になります。はい、このようにですねフォーカスブリージングもですね割合と小さいもので済んでるんですよ。じゃあマニュアルフォーカスでちょっと疑似的にですねやってみようと思うんですが、よいしょ、これがですねこう一番近いところですね、マニュアルフォーカスで。ここから無限遠に移動していきますが、見ててください。はい、これで無限遠ですね。この通りフォーカスブリージングも結構小さい優秀なレンズとなっております。はい、ではちょっとこう座りながらなんですけど、以前その撮影をミスしましたみたいな動画をちょっと出したと思うんですけど、 Z30 に関してその撮影のミスというのは何かと申しますと、
単純にオートフォーカスの設定ですね、そちらを間違えていたって内容でして、その他のメーカーというか私が使ったことあるのがソニーとパナソニックとっていう感じになるんですが、その2社はですね AFC オートフォーカスコンティニアスですね、コンティニアスオートフォーカスに設定して動画を撮影すればそのままオートフォーカス動いてくれてたっていう感じがあったんですよ。まあ、ちょっと細かいところの設定まで含めるとあったのかもしれない、そういった設定が。というのをですね、同じだと思って Z30 でも AFC にですね設定して、まあ、あの撮影したらオートフォーカスがオートフォーカスをオンにした状態じゃなきゃ働かないっていう状態になっちゃったんですよ。 AFF というモードですね、こちらに設定することによって、そうではなくフルタイムオートフォーカスだと思うんですが、まあ、そういうモードがあるんだなと思って、こういう違いがメーカーさんであるんだなと思ったのが、その設定をミスったというところのお話になるわけなんですね。なのでこのメーカーを変えた後に、まあ、いろんなメーカーを使ってこうポンポンと変わってきたとしたら、いろいろと分かってるとは思うんですけど、もし初めて使うメーカーのカメラをあったとしたら、その基礎的なですね使い方って慣れるまでですね、ちょっと使った方がいいなっていうふうに思ったので、まあ、皆さんにこう機会を改めてお伝えしようと思ってたって感じです。まあ、あのそれもちょっと分かって気をつけてしまえば、全然こんなこういうふうにですね困ることもなくしっかりと使えるので、大した問題ではなかったかと思うんですけど、まあ、気をつけていただければなっていうのと、こういうふうな違いがあるんだよっていうお知らせしたかったって感じですね。はい、今はですねこのように子供たちをまた連れて新宿御苑に来ていたんですが、だいぶ空の色を見ていただけると分かると思うんですが、夕焼け色になってきました。こんな感じですね。でそれに伴ってなんですけど、こう ND フィルターっていうのをですねなくても印象的な映像っていうのが、まあ、再現しやすいかなと思うので、ちょっとですねこの後マニュアルモードにして、どれくらいですねこう 色というか感じが変わるのかって試してみようかなと思ってます。若干ですねこう明るすぎると思うので、その辺はご了承いただきながらちょっと見ていただければなと思うんですが、試してみますね。はい、今意外とというと言い方はおかしいんですが、あのやっぱこんぐらいの明るさと、あとあんまりこの広角レンズでそもそもに明るくないレンズということがあって、しっかりとですね設定できましたね。今 ISO 感度100の F4.5、 シャッター速度50分の1秒になってます。で映り方とかっていうのが、まあ、基本的にはこれが一番いいだろうと言われているフレームレートの約倍の数字ですねというところに設定できたので、見え方としては一番スタンダードなのかなというふうに思います。ではこの後ちょっとまた自撮りをしながら歩いてみますね。でその見え方でちょっとまたご判断というかですね、こういう映像を撮れるんだと見ていただければなというふうに思います。はい、これだとちょっと暗いぐらいになっちゃってますね。それでもこのように、まあ、ある程度しっかりした設定で収録できるのがちょっといいなと思ってますね。やっぱりこの ND フィルター、その設定できる箇所がそれだけ少なくなると、選択肢っていうのが減ってしまうのは、こう動画を撮影していて、あ、もったいないなと思ったりするところですね。こう見え方とかいかがですかね。このように露出が固定されているので、まあ、ほぼこう人間が見た目に近い撮影の感じにできているんじゃないかと思います。その代わりこう空が飛んでしまったりだとか、まあ、ここら辺をこう綺麗に映したいよみたいなのをカメラが判断してくれて、それを補正してくれるわけじゃないっていうのがですね、ちょっと不便なところではあるんですけど、まあ、それがですね、動画を撮影する上では当たり前なのかなというふうに思います。こう光が当たってると私の顔とかも結構綺麗に映ってるんじゃないかなと思ったりしますね。はい、こんな感じですね。どうですかね、この Z30 のマニュアルで撮影できる映像っていうのは、この広角レンズを使ってしっかりと映せるっていうので、まあ、とても使いやすい APS-C サイズなので、レンズのサイズの割には軽いといった表現でいいのかな、振動のですね標準のヒットズームに比べればだいぶ大きくなってしまいますけど、普段すごく重いよっていうわけではないので、持ち運びには困るわけではございません。こう日の光がですね夕焼けになってきたので、だいぶ赤いので顔色とかってもうちょっと赤っぽくなってるかなと思いますけど、これがですね、まあ、見た目に近い色なのかなというふうに思いますね。はい、それではですね、オートモードに戻しまして、今このように一人しておりますが、本日もですね、まあ、お試しでの撮影というのはこれで終了したいと思います。また別途ですね、その自宅での環境っていうのも撮影に使用してみたいと思いますので、たびたびですねお話ししていきたいなというふうに思っております。はい、こちらのチャンネルでですねカメラ、写真や動画等を楽しんでおりまして、あとアクションカムやオールドレンズ、ドローン等を楽しんでおります。一緒に楽しんでいっていただける方はぜひチャンネルのご登録と私の励みになりますので、グッドボタンいただければと思います。いろいろですねこう散歩を兼ねてお話ししていったりとかですね、
収録して皆さんにお伝えしていきたいなっていうスタンスで楽しんでおりますね。あとは冒頭申し上げましたけど、コメント等でコミュニケーションいただけますと嬉しく思いますので、コメントもお待ちしております。よろしくお願いいたします。もうこう薄暗いこう環境動画に来てもですね、別の動画でこう DJ アクションツアーその薄暗い環境に弱いですよってお話をしていたんですが、これはですねやっぱり APS-C のセンサーサイズあるってことでとっても強いですね。ただその分やっぱりこう気軽なサイズ感ではなくなってしまうというところで、それぞれ本当に一長一短なんだなという感じです。それでもこのこのぐらい10ミリ、まあ約15ミリぐらいの価格になってくると広い範囲が撮影できてますし、このように歩きながらですね収録していても手ぶれはあれどものすごく不愉快ですよっていうほどではなくなってくるっていうのが、まあこの感じだなっていうふうに思います。よいしょ、今ですねちょっとオートフォーカスの設定がどっかでタッチパネル触れてしまったみたいで変わってしまっていたんですけど、まあ、そういうところでですねこの Z30 ニコンの Z30 かなり私は今のところ気に入っているので、まあたびたび旅行とかですね行けるんだったら行きたいし、お散歩のお供にですねこのセットでいろんなところ行きたいなと思います。でまたあのダブルレンズキット、ダブルズームキットで購入しているので、望遠ズームの方って全然まだ皆さんにお話できてないと思うので、別の機会にですねそちらの方も話していきたいと思っております。ということでですね、本日はこれで撮影の方終了したいと思います。それでは皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。はい、バイバーイ。